はい、皆さん、こんにちは。岩です。ということで、今日も FIFA21 ニューカッスル監督キャラモノの続きやっていきたいと思います。で、今日はプレミアリーグ、ウルブス戦、リーズ戦で、4月入ってビラ戦で、最後、ビジャレアルとの準々決勝かな、のファーストレグまでやっていければいいかなと思います。前回3月の、最初の3試合やって、EL もね、ローマ相手にしっかり勝って、ベスト8進出できたので、今日最後、ビジャレアルとのファーストレグやるので、そこでしっかり勝って、次の動画で、セカンドレグやって、そこも勝って、ベスト4進出して決勝行って、優勝できればいいかなと思いますし、プレミアリーグもね、ウルブスと上位対決あるので、しっかりそこも勝って、連勝、プレミアリーグでも連勝を重ねてね、上位維持して、ほんと CL、EL 圏内は絶対マストでね、決めれるようにやっていければいいかなと思いますので、早速ウルブス戦参りましょう。で、本日のニューカッスルのスタメン発表していきます。キーパーはドゥブラフカで、フォーバック右から酒井宏樹、シェアコーディ・ルイスで、ツーボランチプラウズ・ヘイデンで、トップ下アルミロで、スリートップ左からマキシマン・ウィルソン・アツでやっていきたいなと思います。なんかアツがすごく好調で、すごいプラス7とかっていうすごい数値なので、今日思い切って先発にしました。前回のローマ戦から中2日で来てるんですけど、割と回復はしてるので、しっかり上位対決制して順位ね、キープできるようにやっていければいいかなと思います。で、相手ウルブスのスタメンこんな感じですね。5-2-3という形で、実際のウルブスもこんな感じで強いですからね、しっかり、勝利できるようにやっていきたいなと思います。さあ、やっていきましょう。ユニフォーム見づら、うわ、なんか最悪だな。ちょっとウルブスと大丈夫か。ただ芝生の色となんかすごい似てるっていう、そっちが見づらい。で、ちなみにスライダーなんですけど、マーキング今53とかだったんですけど、ちょっとこの動画撮る前に55に2だけ上げました。なんかプライベートで今だから、ほんとちょうど昨日なんですけど、インテルキャリアを やり始めて、おお、おい、惜しい。そうなんです。僕インテル好きで、最近ね、引き分け多かったりとか、CL も結構崖っぷちだったりとかで、もうフォワード取ってほしかったなってすごく強く思ってて、なんか、ただまあね、現実はもう冬まで待たないといけないので、じゃあもう自分のキャリアやっちゃおうと思って、理想のキャリア、もう作っちゃおうと思って、インテルでキャリア始めてやってるんですけど、その中でちょっとプレイしながら、マーキングのとこもうちょっと強くていいのかなっていうので、2だけ上げまして、さあこれチャンス、さあウィルソン振り抜く、おお、あ、コーナー。僕の最近のプレミア事情で言うと、今節代表の代表ウィーク前のラストマッチかなで、ユナイテッド、エバートンと、あとシティ・リバプールを見ました。シティ・リバプールは75分ぐらいまで見てたんですけど、なんかそう、ちょっと残り15分時間なくて見れなかったんですけど、なんか結果を知ってしまって、なんか残りの15分見るのがちょっと億劫になっている状態であるんですけど、とりあえずその2試合見て、エバートン・ユナイテッドは最初エバートン先制したのかな。で、あ、エバートンはやっぱ結果的に勝って、はい、スルシャルバイバイみたいな感じになるのかなと思ったら、逆転3発で、ブルノ・フェルナンデスえぐいなっていうのをただただ思いましたね。もう本当にブルノ・フェルナンデス様々のユナイテッドというか、いや、もちろん他にもいい選手いっぱいいるんですけど、すごいな、やっぱうまいなブルノ・フェルナンデスとは思いましたけど、さあマキシマン、さあマキシマン、おお、ニューカッスルもちょっと今節は負けてたかな、確か。ちょっとどことやってたか忘れちゃったんですけど、本当にね、コロナの影響で特にプレミアは選手交代枠も3人だし、過密日程だしね、カップ戦はそのままあるっていう状態で、怪我人も多いしで、今まで通りの結果にはなってない、てか今まで通りというか、リーグ戦、シーズン始まる前のようには言ってない、こういう感じになるんだろうっていう感じにはなってないやつので、だからそれこそビラがね 7-2 でリバプール倒したりっていうことも全然起きてるプレミアなので、おお、いいんじゃない。本当に予想が難しい。なんか今レスター1位になってるしね、サウサンプトンも暫定で1位になってたりとか、ちょっと前に、難しい。さあ、アルミロン、熱？いやー、熱！激熱、熱！ほんと熱で、今、激熱っていう状態だよね、熱が。なんだろうな、
普通の圧で、調子いいとき激圧で、調子悪いときは何なんだろうな、激寒とか名前変わっちゃうんですけど、いいね、圧中央取って、左で、得意の左で、いやーいいね。だ総合値73で、今調子ね上がってプラス7とかになってるんで、実質80なのかな、そういう単純計算、あ、プレミア初ホールか、そういう単純計算でいいのか分かんないんですけど、まあもう80っていう数値だったらもう戦力、即戦力ですもんね。いいね、そういう今作そういうのがあっていいな。ただ結構そのポジションコンバートとかも導入されてるので、このなんかポジション本当にコンバートが難しいなっていう。だってボランチの選手がセントラルで使ってもちょっと数値下がっちゃうしっていうので、すごく難しいですよね。だから本当にいかに育成で自分のチームを自分色に染めれるかみたいな、何色にも染まれる真っ白なアイドル、どうも岩ですっていう、そのキャッチコピー、黒歴史になるであろうキャッチコピーね。何色でも染まれる真っ白なアイドルってなんだっけな、欅坂の誰かメンバーのね、確かお母さんが考えたキャッチコピーだったと思うんですけど、すごいマニアック。あ、やべマジオンゴールこれやってマジか、キャッチしてくれると思った、ナイスゴールってなっちゃったね。もったいな、もったいない、うまく出てきちゃうよ、5匹ぐらい出てきちゃうね今。いやこれ見事な、しかも色気じゃんやってしまったな、これ。これもまた YouTube とかでねネタにされちゃうやつだよね。30万再生ぐらいいくね、なんかネタにされそう。やってしまった。え、待って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 、まあなんか上位対決ですし、お互いね今シーズン躍進してるっていうのもあって、なんか引き分けじゃ終わらせたくない、負けるなら負けたいし、勝つなら勝つ、圧は圧っていう。はい、後半行きましょう。さあ後半キックオフで、とりあえずメンバーは変えずいきたいなと思います。まあ、結構喋ってたんでね、なかなかまあチャンスっていうチャンスも多くは作れなかったし、なんか変な失点もしてしまったんですけど、後半はギアを上げてね2点目を奪いに行きましょう。さあクディ、コーディ、ヘイデン、あーこれイロキ、イロキ、カモン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 、アツウィルソン、アルミロン、さあ来た、あマキシマ、はい、いや、え、おお、いやどうだったかな、今打ってもよかったな、巻きで打ってよかったな、マキの尽くしっていうね、もう花壇ちっちゃい時見てたな、全然ストーリーは覚えてないけど、点を取れる、取りたい、1-1では終わらせたくないな。さあ、いやいい、これは仕留めたい、中入って巻きで、いやイメージはそうだったんだが、最後のフィニッシュのところでは精度を欠いてしまいました。まあ、相手のプレッシャーもあったんでね、ちょっと難しかったんですけど、その、まあ、このウルブス戦とそのビジャレアル戦の間の、ビラとリーズかな、リーズビラかの2試合はちょっとシミュレートでやっていければいいかなと思いますね。まあ、負けそうになったらジャンプインするかもしれないんですけど、さあチャンス、ミューソン、ファーニー、いやー、さあ選手交代、ヘイデン下げて速攻投入ですね。71分、あれもザニオーロいたよね、ザニオーロ、ザニオーロだよね今、でウルブ移籍したんだっけ、あこれ決まった、おお予兆がすごいね、久しぶりだね、でもコーナーで決めるのは。プラウズ本当に足のキック精度バカ高いね。さあ、2点目入ったところでマクシマン下げてフレイザー投入で、左の、ウィングにフレイザー入っておるはずですから、入ってますね。さあ81分かな、86分、全然嘘つきました。プラウズ下げてマティ投入しました。残り4分プラスロスタイム、さあ守りましょう。さあほほ
なんか3点目いけそうなんだよな。狙いたい。マーティ・ロングスタッフからウィルソン。いやーしゃー、マーティアシスト。マーティが本当に伸びてほしい。もっと、もっと伸びてほしい、マーティ。この間、あれ、今節出てたのかな、そういえば。リアルの入荷するとの試合。確か、ショーン先発で、マーティも途中から出てた気がするな。本当に。ニューカッスルをね引っ張って、ニューカッスルを本当に上位に、僕と同じキャリア目的のようにね、あの CL とかに導いてほしいですけどね。さあ終わるかな、これで出て終わりかな。 OK3 対1上位対決制しました。これは貴重な勝ち点3になったと思います。まあ、やっぱライバルのね勝ち点3を獲得チャンスをね逃させて、自分たちはしっかり勝ち点差取れたっていうのはすごく大きいですね。はい、ということでウルブス戦は3対1で勝利することができました。なんかさっき見返してたんですけど、リーグ戦でね前回やった時負けて、カップ戦では勝ってたんですけど、リーグ戦で敗れてたので、まあ借りを返せたのかなという意味でも、非常にいい勝利になったかなと思います。でこの後1週間ぐらい空いてリーズ戦あるので、まあ、そこはシミュレートでやるんですけど、まあ、しっかりいい準備して勝てるようにやっていければいいかなと思います。でリーズ戦やってまいりましたので、スタメン発表していきます。キーパードゥブラフカで、フォーバック右からシロギゲズゲイ、ラステルズメンギクレスウェルで、ツボランチプラウズでマティで、トップ下リンガード、スリートップ左からマクシマンジョリントンアツでやっていきたいと思います。まあ最下位のリーズ相手ということで、ちょっとメンバーは入れ替えて、メンギ先発だったりとかマティとかリンガードとか使ってやっていければいいかなと思います。はい、で相手リーズのスタメンこんな感じです。でシミュレートでやっていければいいかなと思います。ちょっと85分ぐらいなんですけど、今な00なので、ちょっとジャンプインしてやっていければいいかなと思います。で、今ちょうどロリーを投入して圧と変えたのかな？ってやっていってます。で、ジョイリントン変えてウィルソン出てたりとか、あと、リンガード変えてアルミロン出てたりとか、これ1点取れるかな？自分で。これせこいよな。これ取れたらせこいけど、まあでも簡単にうまく、いや、いかないか？おお来たー、アルミロン。ディーズの選手、ここまで粘ったのに、粘ったのにっていう感じでしたね。ちょっとよかった、でも。安堵です、本当に。僕は動画内で安堵っていう言葉は何回使ってんだろうな。10回は使ってるだろうな。あ、待って、マーティ？やばい。あ、ぶんねどこ蹴ろ、あっち蹴ろ。危な、最後。めちゃめちゃギリギリでしたけど、まあ、シミュレートプラスでジャンプインして、まあ、1-0で勝ててよかったです。危ねー。はい、ということでリーズ戦をなんとか1対0で勝利することができました。まあ、シミュレートしつつ、最後は残り5分ぐらいジャンプインして、その中でまあ1点取って勝てて、まあ、よかったかなと思います。結構下の順位での勝ち点差も空いてきて、残り8試合になりましたね。もうだいぶこれ CL 圏内いけるんじゃねえかっていう感じにはなってきてるんですけど、しっかり最後までね気を引き締めながら、まあ次またプレミアリーグビラ戦あって、その後 EL があるんですけど、まあ、しっかり今日ね全勝して、いけるように、次の、ビラ戦もやっていきたいなと思います。ではストンビラ戦はこちらのスタメンでやっていきたいなと思います。キーパードゥブラフから、フォーバック右からイバネス、シェア、コーディ、ルイス、デツボランチ、プラウズ、シソコ、トップ下リンガードで、スリートップ左からフリーザー、バジ、ロリーでやっていきたいなと思います。まあ中3日から次 EL あるので、スタミナの多い選手をちょっと軸にというかメインに使っていければいいかなと思います。でね、これイバネスとシェア変えた方がいい気がするんですけど、まあやっぱスピードある選手を右に、てかサイドバック置きたいのって、まあイバネスこっちにちょっとマイナス2になっちゃってるんですけど、まあここはポジションコンバートでうまく右サイドバックにできればいいかなとは思いますね。はい、まあ、とりあえずこれでやっていきたいと思います。で相手ビラのスタメンですね。アーセナルに 3-0 で勝ってるね相手ではあるんですけど、シミュレートでこちらもこの試合もやっていければいいかなと思います。はい、2失点目を喫して2対1になってしまったのでジャンプインしました。ここまでの流れとしては、開始5分ぐらいにバークリーに先制点許して、その後後半入っ
って、まあ、後半開始からリンガード下げてアルミロン入れて、それでアルミロンが同点ゴール取ったんですけど、今2点目を決められてしまったっていう状態ですね。で、ラクシマンとウィルソンも投入しました。で、バジとフレイザー下げてっていう感じなので、まずはちょっと追いつきたいんですけど、見づらいな見づらいな、デブライネ、さあ何でもない、さあ何でもないが行く行く、これファーサイド来た、はい、いやー来てなかったですね。一旦下げて、よし、そうマジで分かりづらい。よしいいよ、マジか、あかんか、ダメだな、これはきついな、これなっちゃうもんな。いやーホームか、しかもくーやってしまったな。はい、ということでビラ戦は1対2で敗れてしまいました。なんかシエルを意識しすぎたというか、うん、本当にちょっといけるんじゃねえかっていうのが油断になって敗れてしまったのかなと思うので、まあ本当残り7試合かリーグ戦、あんまりなんか考えない方がいいのかなっていう気はしたのでね、ちょっと気にせず、まあ次 EL ですし切り替えて、まあ、こっちもねしっかり勝ち上がって優勝したいですし、こっちも優勝できれば CL の出場権獲得できるので、こっちも油断せずとか手を抜かずしっかり戦っていければいいかなと思いますので、ファーストレグまず先勝できるようにやっていきたいなと思います。で、本日ラストのビジュアルレアルとの EL 準々決勝ファーストレグ、こちらのスタメンでやっていきたいと思います。ドゥーブラフカじゃないよ、ダーローだよ、キーパー。で、フォーバック右からイロキ、ラステルズ、コーディ、ルイス、レッドブランチ、プラウズ、ヘイデン、トップ下アルミロンで、スリートップ左からマクシマン、ウィルソン、ロリーでやっていきたいと思います。まあ、前回から中3日で、切っていますし、まあ、前回メンバーちょっと入れ替えたんで、フレッシュな、状態で今日は戦えると思いますので、まずしっかりビジュアルレアルにね、先勝して、セカンドレグをいい形で臨んでいけるように、戦っていければいいかなと思います。で、相手ビジャレアルのスタメン、右サイド、クボッチ、スタメンで出てますね。いや、これは嬉しい。いや、これね、クボッチと戦えるっていうのは、一つの楽しみであったので、まあ、しっかりね、クボッチの前でいいパフォーマンスができるように、僕は久保建英さん何なんだっていう感じなんですけど、まあ、しっかり勝っていければいいかなと思います。参りましょう。キックオフ、やっていきましょう。いやー、なんか言おうとしたんだけど、忘れました。あ、そうだ、ビジャレアルはここまで、まあ、グループステージを、全勝の1位通過で勝ち上がって、ベスト32で、スパルタプラハかなとやって、ベスト16でソシエダ戦って、今日、入荷する相手っていう感じですね。で、リーグ戦はね、4位なんですよね。好調ですね。まあ、アトレチコ、バルサ、レアルが1位から3位なんですけど、そこの1個下の4位につけているのがビジャレアルで。で、5位との差もね、結構離れてて、10何とかも離れてたんで、孤高の存在になってますね、ビジャレアル。調子良さそうなんで、本当に簡単な試合ではなさそう。ちょっとローマより強そうだな。マジ鼻水とかやばくて、すごい今くしゃみとかもなんか1万5000回ぐらいしてるんですけど、全然止まんなくて、お聞きづらかったら申し訳ないです。鼻声がすごい。あ、来た。ウィルソン。と見せかけて、いや、いい見せかけてアルミロンで打とうと思ったら全然通んなかったっていう気の緩みがひどい。ビラ戦負けてるからな、2連敗はできない。公式戦2連敗を避けたいところ。やばい、 OK、 パーコ・アルカーター OK。 さあプラウズ引きつけてマクシマンと見せかけてアルミロン、いや横パスロリー、横パスロリーです。確実に行くんだよ。もうそれが大事。一発ドカンじゃないんだよね、確率的にね高い方を選ぶ。もう本当に競馬とか競輪ギャンブル確率低いって。そんな博打を打ったところでね、大金持ちにはなる確率はもう本当に低い。ならもうね、勉強をいっぱいしていろんなスキルを蓄えてそれを生かすっていうことに使えた方がいいんじゃないかっていうのね。何の話してるんだか分かんないですけど、とりあえず先制点、ローリーナイス。
あれ、ギンターいた？ギンターといえばね、インスタにレビアダービー、5年前かな？ 5 年前のレビアダービーのことを解雇してる、なんか、あげてましたけど。まあね、シンジ・カガワのあのヘディングアシストしましたからね、それも乗っかってた。嬉しかったよ。ギンター、ギンター。やばいやばい、やばい、クボチだ、クボチドフリーやん。やばいやばいやばい、やばいやばいやばい。来た。オッケー、ナイス、ダーロ。うまくループはさせないでおきつつ、ちょっと間合いは詰めてのいい対応でしたね。さあ、そして反撃マキシマ。あお、やばい、クボチ。やばい。オーケー。え、待って、クリア不十分、クリア不十分。よし。さあ、これ。ダイレ。いいんじゃないこれ。ナイスボール。そして、これをしてみれば完璧。いや、でも、アルミロンのめっちゃいいスルーパス。土着スナイスボールだったな。あんなボール蹴りたかったよ。現役の時。あと、ミス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 た。さあ、でも前半終わるかな。まあ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 。ちょっと危ないところもあったんですけど。とりあえず 1-0 前半リードで折り返せたのは良かったですね。まあホームですし、ちょっと点はやらせたくないですね。さあ後半、とりあえずこのままやっていきます。まあ一応次プレミア中2日でフラム戦があるんですけど、まあこの試合も大事だよねということで、そんなにまあ、ちょっと次の試合を意識せずメンバー交代とかはちゃんとやっていきたいんですけど、まあ、余裕があればね、その疲労が溜まってる選手から変えていきたいんですけど、そんな余裕はちょっと今ないんで。Dコスタってさ、ジェイゴコスタのこと？ちょっとやばくない？それは。なぜにビジャレアルおるっていう。誰が蹴る？パレホ蹴るか。ちょっと待って、追いつくか。これ間に合うか、間に合うか、間に合うか。あ、危ない危ない危ない。よかったよかった。そんな出るの？え、そんなさ、バカやん。何しとん？何しとん？うわー、こんなんさ、いや、まだ最低限後ろにいたらわかる。後ろにいて取られるとかね、結構ね、そういうのあるから、まあわかる。前にいるよ。前にいたのに取られるっていう。うわ、これは痛い。痛いな、これ。何やってんだろう。いや、もうちょっとイメージとしては、普通に足元に置くと思って、足元置いた瞬間に横パス、前ですぐ引きね、寄ってくるだろうと思ったんで、早めに出そうと思ったら、あんなにもう、本当に、相手にパスしちゃったぐらいの感じで、やってしまった。なんか今作本当スキルが大事というか、結構プレイヤーの腕が試されてる感じはしてますね。単純にさ、スピードで抜けないとか、なんかスキルを駆使しないと抜けないことがなんかちょっと多いなっていうイメージはあるので、ね、なんか本当プレイヤースキル大事だなっていうのを感じてます。さあ、マキシマン。いや、これ、仕留めたい。いや、いいよ。よっしゃ！よし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 。いや、マキシマン。インナーラップ、良かったわ。そして、よく粘って、フィニッシュして、決めて、素晴らしい。とりあえず、最低限勝たないとなっていうのはあるんで、まあ、もう、一失点しちゃったのは、しょうがないとして。まあ、そういうのは引きずらない。しょうがない、しょうがない。まあ、しょうがないというか、じゃ仮にね、引きずったらどうなるかって言っても、どうにもならないんで、得点取り消しにもならないんで、まあ、そういうところにね、時間使ってもっていうところがあるので、いや、待って！そう言って2失点目をするっていう、すごいなんかもう嫌になっちゃうね。ジエゴコスターいるのなんで？そして私たちももう88分なんでね、3枚返して、
ヘイデンと、ウィルソンとロリー下げて、アツとショーンとジョリントを投入しました。さあ、いやもう本当最低限勝たないとな。ほい。ほい。ほい、来た！よし！よっしゃー！よし！どうなったかちょっとあんまり分かんなかったんですけど、とりあえずマクシマンからの流れで変わって入ったジョエリント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 ンジョエリントン、はい来ました、ありがとうございます。マクシマンからプラウズかな、これプラウズっぽいな、プラウズっぽいな。まあよかったよかったよかった、ほんと最低限、まあ、ただねちょっと2失点アウェーゴールつくっていうのはちょっと怖い。最近思ったけど、ジョエリントン、なんか俺の友達に似てるな、なんか顔が。そんなの置いといて、そんなの置いといてだわ。もう2分、2分。OK、OK、1分、1分。ほっ。ほっ。こっち？こっち？来た！あっ！あー、ここ決めておきたかったー。うわー、まあまあまあいいんだけど、いいんだけど、まあね、欲深いね、それは欲深い。まあよかった、勝てて。はい、ということでビジュアルアルトの EL 準々決勝ファーストレグは3対2で何とか勝利することができました。まあ2失点のアウェーゴールは結構きついなとは思うんですけど、まあ勝ってるっていう事実はあるのでね、まあ、有利な状態でセカンドレグは望めるのかなとは思いますので、しっかりセカンドレグもいい戦いしてね、次のベスト4進出できるようにやっていければいいかなと思います。で、次の動画でフラム戦やってからシェフィールドかな、シティやる前ぐらい3試合ぐらいやっていくと思いますので、まあそこの中にビジュアルやる戦またありますので、本当にいい戦いできるようにやっていければいいかなと思います。とりあえず今回はこれで終わりたいなと思います。なんかコメントとかいろいろお待ちしてます。以上です、ありがとうございました。